どうも皆さん、こんにちは、ジャレドです。はい、サトゥンです。そうなんで、ね、おっと、このゲームには暴力シーン、なるほど何カプコン。エキサイティングミュージックウィズケイフリーのレドと、もう一回言おうか。はい、あっですね、俺はビビリでバイオハザード経験はほぼないに等しいレドでございます。これいきなり来ない、いきなり来ない、来るんじゃない。メニュー画面では来る、なんか来た、あっうっせお前怖くダメだこれ。はい、こちらバイオハザードでございます。初代のリメイク版と思われます。Wii ソフトです。オプションはいはい、はい、ニューゲーム未経験バイオハザード。ツイキャスでね、のび太のバイオハザードのリメイク版を少しやったぐらい。何これ、ゲームについて思うことは。あ、これあの何、ウサテンは結構バイオやってるんで、登山のようなもので困難の先にこそ達成感があるもの、ハイキングのようなもので無理なく目的。別にいいでしょこれ。登山はめちゃめちゃやばいと思います。これやばい、1はやばいね、レベルが高い。あ、もうこれイージーノーマルみたいな。そうそう、ハードはこれをクリアしたら出るよみたいな。あって、多分それがハードだった。嘘で、普通のやつがノーマル、ハイキングのようなイージーはないと思う。嘘、じゃあもう2で行くよ絶対。ああ、クリス・レッド人間だった。で、説明書書いてるよねこの人。うん、なんかね、持ち物が違うっぽい。この人誰だっけ、バレンタインでしたっけ、ジル・バレンタイン。ああ、そうだね。さあどっちにするか。これ1の主人公、どっちてか、どっちでもないのかな。そうだね、あ、1の主人公、どうしよう、男だからこっち行こうかな。でもなんかね、こっちのイメージが強いんだよね1。個人的にそんなことないんかな。別にいいんじゃない、ジルでも。あの、俺クリスしかやったことないから、ね、クリス松本あのね、選んでなかったこういうことここに書いてる。あの、これほら、クリスは、うん、先行手榴弾、クリスとジル2人と持ってるのがナイフ、そっちジル専用がスタンガンとバッテリーパック。おー、ビビリのお前にはちょうどいいんじゃないか。じゃあクリス、ジルだろ。あ、そうか、ジルだジルバレンタインでいこう。うわ、文字の出方、1998年4月ほぼはいはいはい、スタート。画面の比率4対3だ。4対3、4対3であってるのか、3対4だ。小さいってこと。Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate. Bravo team. But we lost contact. Bravo team's helicopter was a derelict.誰もいないと分かっていても と思いきや、ああ汚いなこの野郎。We continued our search for the other members. 怖いって。And it turned まだまだ悪夢の始まりだった。こっちみんな今日眠れなくなるのは嫌なんでねゴールデンウィーク中にそんな。でも精神が崩壊するかもしれない。ハンドガン大丈夫なのか。ないと思って。本当だ、そっぱプリプリプリちなみに最初の操作はレドがやりますよ。後ろ見ろ、なんもないんかい。まだまだ決め顔をフラグがもうね死亡フラグかもうこれ後ろから一気に連れていかれるでしょ。あ、ない。あ、ほら来たよ、なんか、はい、うやばい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 、そういやらしいな、おい、ケルベロス、カメラか、これ発砲してんの、これ、あれ、あ、下手くそっていうか、弾ないんだ。第一犠牲者、誰だ、ドリンジ、誰だ、あれは食っているナイフを。ちなみにこのゲーム、D です。17歳以上なんで。
あ、ないてててててじゃない、顔カモンだよ、本当に走ってしまえ、逃げろ来ている、目が充血、こんな犬は飼いたくない、あぶね、絶対早いって、お、救助隊ブラッド、あれ、あいつってまさかさ、俺ちょっと逃げたのか、スローモーション、危ないうまい、あの人は知っている、ウィスカー、ウィスカー、ホームスカ大佐ではなく、ウィスカー、お、死だ死だ、一気に来た、殺せ殺せ、チキショ、出た、あの館こそが今回のステージ、ですね、俺の知ってる情報では、ん、エンターバーサバイバル、あの俺の知ってた情報ではね、ブラッドはあの逃げるんだって、置いて、あヘリで、うん、クリスの姿はない、いきなり離れてる2人が主人公候補が、ここはやっぱりウィーの画室だ、まあ仕方ない、外は危険だ、ハビーもうやめて急に、あ、でもやっぱりワンの再現っぽいな、なんかカクカクしてる、あの画面切り替わる瞬間、あのニコニコ動画にね、ドラえもん、あのバイオハザードでドラえもんとかあるからねそれを見てたからなんですよ、もちろん GO! レッツゴー、来たー、この、ね、ドア開けるためにいちいち鬱陶しいこのね、初めの方はね、これじゃないとバイオハザードじゃないよね、気をつけろ、待て、操作確認しようぜ、おお、そうやな、移動で、とりあえず移動はね、緊急回避アイテム、走る、Z で走るから、初めから出たらやばいからね、これ動くの、うわ、この画面なの勘弁してく、なんかあるぞ、あ、ラジコン操作、え、これどうするの、まあとりあえず移動が走るでアクション、うん、これ調べられる、前に進んでくれ、前に進むぞ、これスムーズいな、なんかこれある、こっち来てこうか、調べる、調べるんだ、炎だけは音もなくやられている、そういうことではない、え、これアイテムじゃないのかい、光ってるじゃないか、違うらしいね、なんだってバカ野郎、こんなんでゾンビ来た時に大丈夫なのかフレイタイプライトル、お、インクリプ、あ、え、まあそういうシステムか、くるっと回ってファイヤー、いいいいいい、この花瓶の中とかさ、これ強がれた大きな壺がある、撃とう、これは割れるもんだやっぱりやべ、無駄発砲プラス、あ、14パスしかないの、お前やばいな、バカじゃないの、あ、スタンガンないじゃん、あ、頭か、頭いらないんだ、ファイル、スタンガンはバッテリーみたいなのないと、プレーニングマニュアル、はい、わかった、よし先にこういうの読んどくべきだったね、まあ、大体はナイフでクリアしたいんだ、ちょっと次の休憩時間に見よう、うん、あれどの、なんか来たイベント、こいつを見てくれ、こいつをどう思う、何、すごくチキス、いや見てもわかるでしょ、探した、クリスが早くも死ぬっていうことはないだろう、あー、クリス選んどったら、あ、そうこういうことにはなかったのかもしれない、2パターンやりたいな、あれバリー、もう一回話したよ俺、バリー、お前バリーっていうのか赤いジャケットはバリーと、うわ、あ、なんもないんかい、そこまでイベント引っ張りといて、もう一回話すとなんかあるのかな、なさそうやな、あ、結婚を調べてる、なるほど、あのドアとか行ってみる、これ行こう入れんぞこれで行こうか、近づいて丸か、え、丸ってボタンない、 A ですね、180度ターン、え、ほんまに初心よね、マジ初心本当に、あ、これはあの、こんな方法俺僕のアプリしかやったことないよ、わあ、え、これさっき入った扉、どっち、わかんない、百八十度ターンがこう、練習しよう、百八十度ターンがターン、Z でこう、これや、十字キーで、
あ、本当だ。なんだ、ベンリーじゃん。ここか。オープンザドア。なに、探偵が鍵よくやるよ、誰もいない方に。お、あったあった。くら、本当にやめて、こういうの雰囲気。かつ、全部かかってるね。鋼の紋章。かっこいい。紋章か。ゆっくりね。デビルメイクライトはスタイリッシュだから全然違うな。エレベーター、やるのはわかるさ。使用できない。なんでだよ。じゃあなんで置いてんの。ほこりっぽい。階段がある。下階を下に行くのって一番危険じゃね。まあ行くんですけど。オープンがどう。タカットン界剣の紋章。どんどん違うな。剣ターンできた。かなるほどね。雷できてるな。どっかにあんのかな紋章。じゃあこっちは違うのか。そういうことやね。よいしょ。あ、慣れてきた慣れてきた。クリ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 してるけど。くそ、レドが慣れてしまうと。慣れるさ。あ、なんかあるよ。あ、え、なにこれ。問題のシーンだ。これ、あの、かの有名なトラウマシーンですか。おいしそうだ。あいい。汚ねえ面しやがって。ほぼベベは、ほぼベベは、ほぼベベは、いやー、どっち、こっち、構えていいね、まず。構えてもらえないが、距離を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 、これでこうか。そっから。えい、どうやってくの。撃った、死んで、早く、バカ。いいね。弾がないんだ、弾が。死なんぞ、おい。え、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 おい。あー、もう。死んだ。あー、あー、あー、ちょ、待て、一回戻ろう。あの、無理無理無理、逃げる、オルファー逃げる、オルファー。あの逃げるとかある。どこ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 。あの、バリーさんが、バリーさんがおる場所。あ、バリーさん、ちょっと。バリーさん、バリーさん。待って、いい、これ、やだ、これ回避しよう、まず。あ、ヘルプ、やった。オッケーオッケー、いけいけ。早く、早く。あ、もうダメだ。マジでよ。あ、持たないわ。初めから、やばいほど発砲する。バリー、バリー、バリーさん。やって、早く。クローン、あのデカブツを早く殺して。おお、うまい、うまい。3発で仕留めると。もう DTM が俺の DTM がそうです。 BPM か。もうケネスか。いきなり死んだのか、仲間が。ん、バリーさん話もなんもない。ごめんバリーさん、ちょっと邪魔だぞ。あ、バリーさん一緒に動けるパターン。何、おお、ついてきている。よし、お前は俺の、え、あ、ウェスカーに。ってことはリビング、リビングじゃない、あのホールだ、ホール、広場、広場。待って、弾いくらですか。7。やばいな。ちょっとピンチですね。ナイフに切り替えとく。ナイフか。ナイフで倒せる気はしないけど。ナイフを調べる。うん、うん、うん、よし。なんかしょぼいな。保護、え、しまった、しまった、なんかなった。オープンザドア、開いたぞ。ムービーシーンか。イベントですね。ウィスカー、ウィスカー。なんかあんの。ジルも探せ。ホールから出んなよ。なるほど、そうね。そんな声の女性が。どこに行けばいいんだ。こっちは外か、入り口100台。あ、外やね。ターン、ターン、クルッと、ナイス。本当に僕夏っぽいな、操作。僕夏、ホールから出るな。だからホールから出なければいいんだよね、まあ、とりあえず探索と行こうか。うわ、出たよ。エレベーターですよ、旦那。エレベーター、ホールを探索。そうか、まずは探せと。うん、まあ2階とか行ってみようか。ほぼぼぼぼぼぼ、なんか動いた、なんか動いた、なんか動いた。あ、ジルか、なんだよ、お前がバーガーバリーだ。まったくもう。どうかんだよ、ウェスカーまで消えるなんて。仕方ない。無駄にこれ。食堂、俺は戻って食堂。じゃあ私は反対の部屋を調べるわ。ずいぶん大きな館だ。スニークだろ。わよなよ。オッケー、オーライト。それから、なんだい、弾か。キーピックだ。なんだそれは。
お前が持っていた方がいいだろう。キーピックって何？あ、鍵開けるやつ？あー、そうやね。あ、これもあれや、クリスにはないやつやね。やったぜ。じゃあこっちの方が簡単なのか。そういうことだ。よしよしよし。まあね、どこでも開けれるということなんで。ありがとうありがとう。これはもう勝ったも当然だね。そんないい気になってていいのか。さあ1階から調べるということなんで。1階には何がある？まずはこっから何をしてるんだい。あそこ行ったとこやね。そう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 。これ飛ばせないの？飛ばせないか。これがあるからこそ恐怖がね。うん。なんか落とした？ね、やっぱあれアイテムじゃないのかな。お、時計やん。お、いいね、ボンボン時計だ。ボンボン時計っていうの？ボンボン時計とは最近言われて、それは昔なんか俺がそう言ってたんだけど、ね、あの振り子時計、これこれこれ、ん、このなんか火のところにある、ほいほいほい、これなんか紋章だ。触れるんだよ。当たり、エンブレム。お、はい、でも詳しく知った。調べよう。エンブレム終わりかい。待って、もしかしたら裏とかに鍵がなかった。なかった。これはこいつらは何もないのか。もうもう用済みかな。用済みですね。このエンブレムをのけたことによってどっかの鍵が閉じたとかそういうことはないのかい。早くも謎解き。これ出てこないよね、いきなり。あいつもう死んだよね。死んだでしょう、多分。恋しないから多分。はい、ビビ、おい、お前かよ。なんかアイテムとか持ってない？同僚のケネフの死体だ。何か持っている。ナイス。フィルム、映像機器がないと中身は確認できない。いつの時代だ。あ、1998か。こっちは何もない。待て待て待て、ここ、ここ逃げる、さよなら。もう心臓に悪い、寿命がヘルプ。あ、もうゼロみたい。いきなりやばいっすね。やばめやん。やばめだ。おっと。練習。そう、練習練習。ちょっとやばいからね。鳥かご。もう電気揺れるのがやばい。こうやって、あれグリーンハーブってやつじゃないか。ほぼぼ。死体が転がっていますね。調べますか。調べたら動きそう。調べる前に他のものを調べるというのが俺の。鳥かごみたいなのも調べれるんじゃない？調べた気がするけど調べれなかった。グリーンハーブでしょこれ。取りますよ。一応思った。知識はある。レッドハーブと調合するとなんかなると。美味しくなると。美味しくなるのか。じゃあお前を調べてやろう。動くんじゃないぞ。崩れるように死んでいる。この館で何かあったのだろうか。なんだろうね。よかった動かなくて。1階から、あ、光ってたよ。これハンドガンの、ハンドガンの弾だぞ。ん？形的に。お、ほんまや。それっぽい。よし。よし、操作がね。あ、ありがとう。これ何発が15発だって。一応リロードしよっか。使おう使おう。じゃ、これリロードだ。これさ、使ったらさ、7発無駄になるとかそういうことない？それはないよ。あ、完璧になくならないとダメなんだ。組み合わせやね、組み合わせ。組み合わせ？うん、おお、やったやった。最大15発か。行こう行こう。とりあえず1階は、あとここだけもう終わったね。あ、でもキーなんちゃらがあったから開けれんのかな。いろんなとこ開けれるんじゃない。そういうことですな。開けよう。ごまだれー。えいよえ。わあ、もうびっくりした。お前の声、ほんま、俺の声でビビる。いきなり。あ、ここか。あ、じゃああっち行かないとダメなんだ。やだね。行きたくない。そう、俺とイーシュンだったらもう多分とんでもなかっただろうね。いたいた。お、おったぞ。俺は死ぬがいいよ。これさ、ちょっとヌンチャクをこう上に向けるとなんかこうちょっとヘッドショットできるみたいな。そうそうそう。あ、いい、うまい。五輪銃か。うまくない？ちょっと待って、もし生きてたらあれなんで。ダメ？開けれないの？何やってるんだい？えっ、おい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 。リロードとかできんの？リロードできないのかも。わかんない。リロード乗ってるかも。説明書書いてかかってるよ。
あれこれ記録は役に立たないのこいつ。あでもあ今はできんか。うん、キーピックだね。普通のところは開けれるみたいな。キーピックってそういうもんじゃないのかな。避けたい。何だ何だ何だ、何押せばいい、何押せばいい、ヘルプヘルプ。もうとりあえずぐじょぐじょぐじょ動かしちゃった。ああ、もうウフはここから早く仕留める。犬、ちょっと待って。ああちょっと撃てなかった。早く押しのけだ。もういいもういいもういいか。でも倒しとった方が後から楽とかそういうのが。だって1回いるんだもん。ヘッドショットと振れば大丈夫なのかな。バイオハザード知識的にはノーモンスといいと。黄色になった。いや赤になるまで待とう。これ表示ないからな、船に体力ゲージが、うん、それがちょっと嫌なんだ。このあのモンスターハンターもあんまりやってないですけど、敵がね、敵の HP が分かんないっていうみたいなもんだよ。そうやね。モンスターハンター俺も分からん。ティリティティリティアイル。そう、アイヌアイル。これさ、2回、もう1回終わったんじゃね。あ、あっちあるんじゃない。オーマイガー。じゃあ30分ぐらいを予定してますよ、1パート。今何分ほど。今21分です。おお、まだ。で、2パート目はもうウサトゥン装備。おお、光ってる。なんか光っとるな。頭頭ハゲてるというのか。水を汲むぞ。取れないぞ。いやらしい女が立っている。上取れないぞ。台が必要なのか。とりあえず回って。待って、音楽やばそうじゃないですか。前の方行ったらなんか。お、タンスのようなものがある。調べるか。うわ、音やめてこれ。本当に写真とか調べられる。調べられた。感じされてるかな。そういうさ言い方をするのはよろしくないと思うよ俺は。あ、水。登れるということは。これは掴んだりするのか。なんでそのタンスのようなやつを動かすんやと思う、うん、動かしたいんだけども操作は。その狭いとこ入れんの。入れん気がした。構えるよね。構える。スメイシュスメイシュ。構える。あ、チブだ。なんか掴むよみたいな、C、アクション C。 掴むアクション。あ、ダメだ、 A なんだ。え、じゃあこれ移動できないの。あの狭いとこからこっちに。あ、移動する。自分があのタンスを押すようにして動かすんだよ。なるほど、入れた。違うね、違うよジルさん。こっちでこれでだね。これでこれで行こうか。お、行った。来た。ふっ。よいしょ。待って、これ積んでない。大丈夫だ。あ、やばいな。もう一回こっち持ってきて、自分が中に入り込まないと。あ、あの状態でもいけるのか。ってことは先にあっち、こっち側に、うん、手前側にしないとダメなんだ。ジルさん、あ、入れたじゃん。なんだよ。隙間あったじゃないか。閉まっちゃった。閉まっちゃったね。もう無理だよ。一回出よう。あ、そっか、出ればいいのか。一回、あの、戻って。なんやねん。戻ってやるしかないの。そうだね。リセットしてもらおう。むずいわ。操作が難しい。プレバン世代の人よくやったよ。で、180度ターンして入ると。慣れてるね。180とターンだけはもう聞こえてるんですかね、あなたの声。これコンデンサーマイクだからね。はい、まあ低いからな。あのこの前学校で習ったよね、声のこと。これでだね。こっちに入る。押してからとりあえず一回その変な怪しいところ確認する。あ、これ、うん、もう怖い。絶対やばいよね。これ扉何。もうもうあ、なんかある。ダガーナイフ。あ、ダガーナイフっていうのは多分ダガーナイフと敵に捕まった時に敵の手から逃れることができる。なるほど、背後に捕まったらダメか。 C を押してノーマル設定。わからんぞ、ノーマル設定か。だって最初イージーかノーマルで行かれてないもん。まあ多分イージー的なもんなんだろうと思うけど。
来ましたね。早く撃って、早く撃たせろ。白目向き上がってこな。そこで C 押すんじゃない。あ、そうだ、ナイス。よし、一発使い切り、生きてんよ。で、まあ、とりあえず逃げる、逃げて安定したとこで、よし、ここだ、そこでお遊びしようぜ。クルリンパ、これで B で構えて、死んでくれ、なんで死なないの。やった、だいぶ撃ったんじゃない。だいぶ撃った、正直だいぶ撃ったぞ。で、またあっちから回って、入れない、入れん、嘘もそんな、じゃあまたあれ。いや、こっちにまた押してから、もういや、押し続けてそこで止めると、そう、もう一回ぐらい、よいしょ。もう危ない、操作慣れない。よし、これさ、ゾンビ邪魔で無理とか、そらないっしょ。あ、貫通するしね、うん、大丈夫大丈夫。で、ここで、あ、ちょっと押してから、これで、あれ、奥さん、奥さん入れないっすよ。よし、で、回って、奥さん。奥さん押せないっす。いった、やった、貫通した。ぐちょぐちょにしてしまえ、よいしょ、あと2マス。よし、待って、これどっちがいいんだ、横か、横の方がいいんだ。これでこうで、これでターンをしつつ、ちょっとおかしいな、そっちから見えん。もう一回ぐらい、よし、むちょむちょむちょ、よいしょ、やっちゃって、よーし、よくやった、ボジル、やんでいいよ。なかなか忙しいね、忙しいね、これね、これ RTA してる人やばいな、じゃあ。これでよく RTA をできる。あ、ちなみに皆さん RTA をご存知でしょうか。わからんな、わからん、めっちゃ早くクリアする人です。あー、なるほど、ね、する人のことを言う。これで登りたいんですよ、スピード攻略というと。そうそうそう、取れるでしょ、なんでやねん。まあ、もう一回押す。そんなご丁寧に降りなくてもね、ちょっとそこで女性を発揮しなくていいんだよ、命かかってんだから。あと一回、これもっと奥に踏めるとか、あ、もうダメなのか、乗って、もう無理、横に行けない、来た、妖怪一回のチーブ、チーブはでかいよ、ベルダの伝説で超大事だからね、遅い、お、あ、わかりやすい、赤色完了が、うん、穴開いてるぞ、なんとかなんちゃら、あ、タイプ、うん、あそこに行くといいんじゃない、丸ついてるとこ、タイプライター、タイプライターって書いてた、うん、取りました、はい、あそこでセーブできると、あ、そうだ、忘れてた、でもインクリボンがないとダメだよね、うん、さあ、ということで今回はこの辺にしましょうか。そうやね、これからも音量注意が絶えないでしょう。使い必要はない、 あ、そうか、組み合わせるか、ということで、あと11発、こっからパート2からウサトゥンの任せろ。バイオを慣れてるらしいんで、うん、でもその代わり今までやってたのはプレスリー、うん、うん、っていうことです。以上、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。